東京電力の新しい会長に就任した河村たかし氏が会見し、原子力は必要、柏崎刈羽原発を再稼働したいなどと思いを語りました。原子力は必要だというのが我々の考え方です。地元の方のお考えに沿った形で、しかし最後はその再稼働をしたいと。こういうところが、河村新会長は株主総会後の取締役会で承認されて正式に就任し、小早川新社長とともに記者会見しました。福島第一原発事故の廃炉や賠償にかかる22兆円規模の費用を工面することについては、チャレンジングだがやり遂げられない数字ではないと述べました。東電が年間1000億円の利益を見込む柏崎刈羽原発の再稼働には、新潟県知事をはじめ地元の理解を得られていませんが、再稼働したいと意欲を示しました。